オーストリアの指揮者、アドルフ・ヒトラーの青年時代の親友。ヒトラーの青年期をよく知る人物として、その回想録は非常に重要である。リンツで生まれる。1904年の万世説前後の時期にリンツの歌劇場でヒトラーと知り合って、以来、親友になる。それから1908年にウィーンで別れるまでの約3年間、ヒトラーと友人であり続けた。 アウグスト自身はオーストリア・ハンガリー帝国マリボルの指揮者になるが第一次世界大戦の影響で失職し戦後は役場で公務員として務める1933年にヒトラーが首相になった時には祝福の手紙を送りまたヒトラーもすぐに返事を送っている1938年にドイツ総統となっていたヒトラーと再会した1943年に ヒトラーからの命を受けたマルティン・ボルマンによって、地区戸籍局長に任命されている。首チェックはだけた話が苦手なヒトラーが、ドゥという、ドイツ語で親しい間柄で使われるに認証で呼ぶかず、少ない友人であり、出世後再会を熱望する手紙でも、ディルウンとダイナムターレスグルテワンスケンドビンイヒ,ヒーン、エリネルウングアンウンセレアルトフレインドショフトと、綴っている。 第二次世界大戦後に青年期ヒトラーを描いた回想録を出版した。この回想録は記述ミスなどに批判があるが、この時期のヒトラーを詳細に記した数少ない資料として貴重である。1956年にオーバーエスターライヒ州エファーディングで死去した。彼は戦後連合国軍に逮捕され、16ヶ月にわたって取り調べを受けた。なぜあなたは再会したとき、 彼を殺そうとしなかったのかと聞かれたところ、彼は友人だからさと答えたという。クビツェク、アウグスト、アドルフ・ヒトラーの青春親友クビツェクの回想と、証言、立花の正木役、株式会社参考者、二千五年。ISBN 九百七十八から四十八億七千九百十九万千五百九十五。p 二十ユーバーシェア、ホーゲル p 四十五。 ユーバーシェア、ホーゲル P46、ありがとうございます。